言い忘れちゃって全部テンパっちゃって、いろいろ本当に僕めちゃくちゃミスしてて、今日本当に見てほしいなって思ってます。じゃあ次こそ本当に、さっきはお父さんだったんですけど、シグマスピリッツジャズソサエティのお母さん的存在であるセカンドテナーサックス森岡弘恵をフィーチャリングいたしまして、リゼッタっていう曲をお届けしたいと思います。この曲はなんかちょっと悲しげな感じもしつつも、でもなんか元気をもらえるかなみたいな、そう、生命力あふれる感じになってるんで、お聴きください。じゃあ、リゼッタ。